はいはい、どうもペンギンです。鋼の錬金術師ドリームカーニバル続きやっていきます。ではではシナリオモードやっていきましょう。前回は捨て猫禁止令をやったので汚名返上大作戦をやっていきたいと思います。これこっちも続き、あ、選べんか、こっちやね。はい、やっていきます。まあ最初は裏鋼からなのでちょっと黙っとこうかな。これスキップしていいね。なんでもないんだ。それよりさっきの件はよろしく頼む。ウィース。あれ、リーザちゃんどうしたんだ、難しい顔して。いや、なんでもないんです。ちょっと大佐が変だから気になって。気にすることないって。あいつが変なのは今に始まったことじゃない。それは多分大会のことじゃない。大会ですか。あいつまだパートナー決まってないみたいだからな。俺も誘われたけど、もうアームストロング少佐と登録しちまったからな。てっきりリザちゃんと組むもんだと思ってたもんだよ。あれ、聞いてないのかな。てっきりリザちゃんに振られたから俺んとこ来たのかと思ってたな。はい、なるも。じゃああれだな、あいつリザちゃんに無能扱いされてかなりへこんでたからさ。リザちゃんにいいとこ見せようとして大会に出るのに、リザちゃんにサポートしてもらったら意味がないとか思ってんじゃないの。まあ半分は女の子たちにいいとこ見せるのにリザちゃんといるのはまずいとかかもしらんが、男って変なプライドにこだわるところあるからな。リザちゃん、しっかりサポートしてやってくれよ。はい。でも大会は勝たせてもらうぜ。俺には大事な野望があるからね。はい、伝えておきます。じゃあな。注意、こうやって君と戦いの場に立つとあの内乱の時を思い出す。今日はお祭りですよ。あの時とは違います。そこのお二人さん、いい雰囲気なとこ悪いんだがな。イチャイチャするな。俺たちを倒してからにしてくれないかな。ごごご、我が輩たちを倒せたらの話です。いいだろう。炎の錬金術師の力、その身で味わうがいい。そしてイチャイチャする気だな。しません。裏鋼ですね。まあ、汚名返上っていうのは、大佐の無能っていうのを汚名返上するための、多分バトルでしょうね。注意使うんか。我が剣に砕けるものなし。暑苦しいね。ギザ崩壊か。注意使うんか。注意ってどんな技やっけ。注意ってめったに使わないんで分かんないんですよね。バツバツバツとかも使えるね。丸丸も強いな。丸丸も強いな。注意の必殺技は乱射やったと思います。当たってねえし。ガトリンが一番最後のガトリンが強いんですけどね。天使って結構やばいんじゃない。お、上に伸びるんか。下には来んのやね。消化はやばい気がする。おお、怖え。自分の銅像を連成するんですよね。あ、そんなんやったね。注意の強必殺技、中必殺技かな。
はなんか大砲に変わるんですよね。バズーカ砲か、バズーカ砲に変わってバズーカ砲が撃てるようになるっていう。さすがですな。やっぱりイチャイチャ好きだな。やかましい。次行きましょう。この大佐と将、大佐と注意の話はまあね、ファンの中では結構有名な話なんですけど、僕はあんまり気にしてはなかったかな。このような美しいご婦人と戦わればならない。誠に心苦しい。噂に名高い炎の錬金術師にお会いできて光栄ですが、大佐、お気をつけください。分かっている。この二人ただ者ではなさそうだ。いえ、イロカに惑わされて足元救われないようにです。注意、いつもより冷たい気がするの。気のせいです。行きましょう。お手柔らかにね。グラトニーは喋らないというね。グラトニーがメインじゃないんやね。じゃあラストがメインじゃないんやね。甘く見ない方がいいわよ。まあ基本的に味方は特技を生かせにしとけば大丈夫なので、あ、大砲に持ち替えなかったね。ちょっとそっち行きたい。あーくそー、落下って。また注意も大佐も若干中距離タイプ遠距離タイプなんですよね。よし、ショットガンか。グラトニーがあとちょっとか。よし、これ押し切れるだろう。やばいよね、あのガトリングの範囲。あの黄色い線一帯が攻撃範囲なのですごい広いんですよね。ちょっとやりすぎてしまった。まだ甘いわね。仕方ないわね。お腹すいた。ほう、こんなところで会うとはな。炎の錬金術師か。神の道に背き死も我が神に代わって裁きを与えてくれる。面白い。私が無能ではないことを今証明してやろう。大佐な、注意、なんでまた邪魔をする。まだ試合は始まってません。私を止めるのにいちいち足払いをするのはやめてくれないか。どうでもいいけど、俺置いてきぼりだな。なぜスカーとグリードがこう手を組んでるというか仲間になってるのかがよくわからないんですよね。とりあえず風合わせなんですかね。二人一組でやることっていう。俺のもんだ。で、まあグリードは強欲なので、まあ、欲しいものは全て手に入れるという。なんか丸々じゃねえわ。決め技がないな。何やろうね。なんか難しいな。なんか注意の技ってあんまりこう決め技がないんですよね。これ中断した、もしかして。あ、中断したし、
もったいな。なんか注意の技ってあんまり、なんか永遠つながるようなコンボですね、注意の技。結構テクニックいるかもしれないですね。これが炎の錬金術師だ。覚えておきたまえ。上出来ね。今日のところは引いてやる。やっぱり女相手は調子出ねえな。あなたは確か鋼の泉カーティス、不祥の弟子がお世話になっています。エタさん、お久しぶりです。ウィンリーちゃん、お久しぶりね。大噂は金が、今日は鋼の師匠のお力をとくと拝見させていただきますよ。こちらこそ。ウィンリーちゃんとはやりにくいわ。手加減はいりませんよ。やっぱりやりにくいな。泉さんと大佐は接点あったっけ？甘く見ない方がいいわよ。泉さんはブリックスの北壁でなんか2ヶ月ぐらいしなんか修行したんですよね。でブリックス兵からなんかいろいろ調達しようったんですよね。邪魔されんかったけど、あ、いけた。当たらねえ、うまいこと当たらんねえ。むずいな、注意むずいな。終わったし、いつの間にか終わったし。射撃訓練の方がマシね。この勝負、私の勝ちだ。ちょっと、やりすぎてしまった。まだ甘いわね。大したもんだね。悔しい。よう、大佐、今日こそは完全に決着をつけてやるからな。ん？声は聞こえど姿は見えない。新しい技を身につけたな、鋼の。弱点を攻められたらいかに無能か思い知らせてやるぜ。的が小さいと当てづらいからな、せいぜい気をつけよう。お兄さん、口じゃ勝てないよ。ギトギトにしてやる。このやりとりもあれですね、江戸編で一回見ましたね。使い回しというとちょっと残念な感じはありますけどね。甘く見ない方がいいわよ。優勝は俺がもらう。まあ江戸かな、狙うなら。ただ吹き飛ばし系の技がないんですよね、注意に。逃げろじゃないんだな、特技は生かせなんだな。よし、
削れるかな。削れてね、全然削れてね。だから2人ともランクになったし、だから大佐水落ちたらダメでしょ。決まらんねえ。なんかなかなかコンボが難しいね、やっぱり。ウィナー。射撃訓練の方がマシね。この勝負、私の勝ちだ。これが炎の錬金術師だ。覚えておきたまえ。まだ甘いわね。そう。悔しいな。お、最後か。僕は見事この私を打ち倒してみせよ。このおっさん強えもん。刀4本刺してますからね。4本やんね。2本じゃないよね。遠慮はいらんよ。神を継ぐ少女の時4本刺してたんですが、やっぱり4本刺さってますよね。そう、コンボがつなげん以上結構つらいと思う。くそー、これ削れてないね。あ、これ後出しは負けかな。うわー、負けた。後出しは完全に負けたな。くそ、強い。何が強いって、やっぱりスーパーアーマーが強いですよね。終わったし。あっちゅう間に終わってしまった。遠距離か。勝つためには遠距離かな。挟み撃ちにしろに多分指示出して、遠距離ですかね。これ頑張ったらはめれることない？そんなことないか。ショットガン強っ。当たらんね。逆逆。バズーカ砲持ったら若干の決め技は出るけど、よし、まずはワンカウントか。なんかこう見た目ほどダメージ食らってないんですよね。あ、バズーカ砲強えわ。バズーカ砲強えわ。バズカホ強。これは決まらんかな。当たらんか。この最後の一発が強いんですけど。よし、2カウント目。マジか。
もう挟み込んで卑怯でもいいから押し通すしかないよね。お、いけるかいけるかいけるか、決めきれるか。くそー、これが当たらんのがちょっと辛いな。勝てねー。すげえ。さすが大総統。てか大総統で大苦戦するね。やっぱこの人強いわ。行きます。私も存分に楽しむとしよう。さすが風とリンとランファンとスカーが戦った。4人がかりでやっと倒せたっていうぐらいの本編ではね。クソ、これが強い。めっちゃ食らうやん一発。あ、避けられたし。これ痛いな。強いあの攻撃。よし。これはめれんかな。さすがに無理か。こう地道に地道に無理かな。いつか食らうだろうな。この攻撃もいつか止まってしまうだろうな。どこまで削れるやろうか。ちょっとやってみよう。時間はかかるけど確実な方法。あ、立ち位置変わった。それ止めれたっけ。止めれんかった。残念だったな。強い。どうしよう。どうやって勝とう。サポートしろの方がええかな。一発が重たいもん。そうそう、この攻撃がやばい。ちょっとバズーカ砲でどこまでいけるか。おお、やばい。あかんやつ。もうまだ3つあるやんけ。しかも裏側やし。KO！
そ、あれを食らわんようにせんといかんねん。残念だったな。強い大相当で、なんでこんなに苦戦せなあかんねん。毎回これ多分やるだろうな。ちょっとせこい技やけど、大差を盾にして攻めれるところまで攻めるっていう。しっかり立ち位置を多分挟むと、スーパーマンの攻撃をしてくるんでしょうね、多分。うわ、いってよし、ショットガン最高。てか大佐の錬金術があれなんですよね、サポート向けじゃないんですよね、すべて攻撃向けで。よし、完璧、当たった。で、敵の攻撃を止めたり、ちょっと邪魔をするタイプの攻撃じゃないんですよね、大佐の錬金術って。よし、この気を逃してはならんけど、なんとかしてくれ。なんともならんかったか。もう押し切るしかないよな。できることって押し切ることしかない、きんもんな。あとちょっと押し切れんかな。よし、これ割り込めただろう。よし、あー、当たんねー。ちょっと大佐がこうアシストしてくれたらなんとかなりそうなんやけど。あとちょっと、よっしゃ、勝った。何回目、5回目ぐらいか。やっと勝てた。もうはめ込むしかないやんこれ。うん、大人げなかったけど、しゃあない。ちょっとやりすぎてしまった。見事だ。やっと終わったか。あのメンツ相手に勝ち残るのは大変でしたね。なあ、注意。何でしょう。これで少しは見直してくれたんじゃないか。大佐。アデさん。バリー。今日の戦い見てたぜ。さすが姉さん、惚れ直したっすよ。大佐、行きましょう。なんでよ、釣れないな。私も大佐も疲れてるのよ。今日はそっとしておいてくれない？それはいいけど、そっちに行ったらもっと疲れることになるぜ。姉さんのファンってやつらが狙ってるわけだ。大佐、すみません、逃げます。ああ。待って、皆さん、私も叱って。
今日は満月か。帰って寝るとしよう。次回もお楽しみに。リザさんってリザ叱ってっていうのがなんかこう引っかかりましたけど、何を普段しちゃったんですかね。フォークアイ注意は、まあまあ大佐と注意のちょっとした恋話ということで、ではでは、よかったら次も見てください。次回今度はアーケードかな、シナリオかな、まあ、とりあえずシナリオやっていきたいと思います。はい、では次もよかったら見てください。ペンギンでした。